はい、ダービースタリオンズで実況始めていきたいと思います。まずはね、リアル競馬から振り返っていきましょう。大阪杯ですね、絆が1番人気 1.4 倍で負けてしまいました。絆ね、僕はパドック見てね、違和感あったんですよ。こじんまり見えて、状態いいと聞いてたんですけど、僕は違和感感じましたね。だからラキスとエアソミールあたりの方がよく見えたぐらいですね。まあ敗因はね、ババアが挙げられると思うんですけど、絆自身はね、欧州競馬で重いババでも勝った実績があるんで、果たして敗因がババだけなのかというとね、ちょっとわからないところありますし、僕はね、春天で人気どうなるかわからないですけど、積極的に買いたくはないなという印象ですね。まあダビスト始めていきましょう。今回ね、オークスですよね、魔女っ子めぐちゃんの。すごい期待してるんで、リアル競馬よりもこっちにダビスタに集中していきたいと思ってます。だ、絆 1.4 倍っていうのはやりすぎですよね。 1.4 倍で買える馬って言ったらね、ここ10年でディープインパクトとね、オルフェーブルぐらいだと思いますよ。絆って言ったらそこまでの実績ありませんし、僕 1.4 倍で単勝買ったりするほどお金持ちではないんで、買ったことないんでね、そんな馬券買う人の気持ちはちょっとよくわからないんですけど、 1.4 倍っていうのはやりすぎだと思いますね。不良馬場って不良馬場でしたしね、不良馬場っていうのはやっぱり荒れるケースが多いですから、その中で 1.4 倍に単勝突っ込むっていうのは僕からしたらありえないですね、はっきり言って。勝ったのはラキスと牝馬が勝ちました。牝馬の春天っていうとね、春天向かうらしいですけど、ラキスは春天どうですかね、 3200m、調べてみたんですけど、春天で牝馬が勝ったというのは1頭しかいないらしく、まあ出る馬自体がね少ないんでどうかと思いますけど、僕はまあ 3200m で牝馬は買いたくないですね、正直。まあでもそろそろ牝馬が勝ってもおかしくない時期には来てると思うんですけどね。前例があまりないんで、僕はあまり買わないです。さて、やっていきましょう。あとはスピルバーグあたりはね、出来がそんなまだ上がってきてないですね。だから、全然今回の4着っていうのはね、走った方だと思いますけど、このままババもね、コースも合わない中、4着っていうのは走ってますよ。ただ次走がね、イギリス行くらしいんで、日本のレース、宝塚記念とか出るかわからないですけど、当分買う機会はないかなと。398キロ。ちょっと痺れますね、この辺の調整。5月のオークスは、6月の1周ですね。遠征になるんでね、ちょっと多めに作っておかないといけないですね。あとロゴタイプあたりね、やっぱ状態すごい良くなってますね。馬体見たらやっぱかっこよさが戻ってますよ。だから今回はやっぱこの馬ね、時計勝負に強い馬なんで、ババが合わなかったと思いますね。それとやっぱり展開が後ろに有利な流れだったんで、その中5着っていうのは頑張ってますよ。これはだから次あたりパンパンの両馬場だったら期待できると思います。そのあたりですかね。エアソメールっていうのもいい馬体になりましたね。ただ気象に問題があるんで、折り合いというね、難題があるんですけど、このままもパンパンの両馬場で見たいですね。このままいい馬になってると思いますよ。ダビスタに集中しないと。454で太めということで、ということは444キロ、4並びか、縁起良くないな。444キロ。いい感じやね。この前406キロですよね、ベスト体重。
あとダービー強 CT の方はね、あまりね予想とかしてなかったんですけど、モーリス強かったですね。なんか姉妹の1ハロンが10秒9でしたっけ、10秒台で乗り切っていて、これびっくりですよね。アガリサハロンが33秒0でしたっけ。グラスワンダーサングで、馬体はねやっぱロベルト系らしくて、腹袋の、ね、大きい体型で、あれだけ切れるっていうのは驚きですね。中山のマイルでね33秒0っていうアガリサハロンっていうのはなかなか見れる代物ではないですよ。しかも重賞でね。モーリスっていうのは、まあ、中山向きなのかもしれないですけど、安田記念とかでも十分チャンスあるんじゃないでしょうかね。ちょっとね異次元の足でした。異次元の足でしたね。ちょっと次元が違いました。まあ、相手がね大して強いメンバーでなかったんで、でもねマイル戦線は超強力な馬っていうのが見当たらないんで、 G1 でもねチャンス出てくるんじゃないかなと思いますよ。それぐらいダビキオ CT の素足っていうのはすごかったですね。あれびっくりでした。軽く飛びましたね。ちょっとダビさんに集中しないと、重要なところだよこれ。絶好調。いっぱい調教もしておきたいんだけどね、入れ込んでたらね 2400m 厳しいですよ、はっきり言って。どうや調子。あ、マジで一周で落ちたの。そりゃないわ。ここで落ちると思わんかった。もう少し行きましょう。2冠目指して。滝さん。緊張するな。緊張の一戦ですね。とにかくね、入れ込んでもらいたくない。これが心配一番。ああよしよしよし、入れ込んでない。よし、 OKOK、 気合い乗ってる。グリグリの20丸先行でいきましょう。これいけるでしょう。ぶっちぎるんじゃないかな。やや馬緊張しますね。2冠取って初めて3冠と言いますからね。見ないジョッキーが言ってましたけど、2冠取って初めて3冠って言えるんですよ。折り合いバッチシやね。魔女クメグちゃん、魔女クメグか。春天もね、だから結構混戦ですよね。大花賞はね、今週大花賞ですけど、あまり考えてないんですよね。三歳牝馬戦線ね、ちょっと全くね分かってないっていうか、関東馬強いですしね。馬体的にあんまり好みの馬体の馬が少ないんで、どうしようかなと思ってるんですよね。ルージュバックが強いと思うんですけど、来い、うちか、うち行け。ああ、ちょっとマジ、よしよし、外外外、いけるいけるいけるよ。さぜさぜ、なんやあの馬、来い。サイエンサンキュー来てる。粘れ、よし、オッケー。ちょっと緊張したなこのレース。2冠達成やりました。心臓バクバクいってる。ミスター実況で心臓バクバク言ったの初めてだ。最近はねブラッドボーンでバクバク言いまくってますけど、やりました。
10億円乗りましたね。というわけで今回短いですけど、ここで終了しましょうかね。キリがいいんで、うん、ここで終了しましょう。目指すは3冠、魔女メグちゃんに期待です。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。